ケビン・マーティン・ジェプセンはアメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身の元プロ野球選手、ウト右ミギカリフォルニア州アナハイムで生まれ、後にネバダ州リノに移る。ロサンゼルス・エンゼルス時代2002年の MLB ドラフト2巡目でアナハイム・エンゼルスから指名され、プロ入り。2008年は北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表に選ばれ、 銅メダルを獲得している。同年9月8日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。2009年は開幕ロースター入りを果たしたが、4月は5試合で防御率19.29と炎上し、参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズに降格。6月にメジャーへ復帰した後は安定した投球を続け、プレーオフでも5試合に登板した。2010年は初めてフルシーズンを メジャーで過ごした。自己最多の68試合に登板し、イニング数を上回る三振を奪った。27ホールドはリーグ2位だった。2011年は開幕からコントロールに苦しみ、4月10日にオプションを行使されてトリプル A 級ソルトレークに降格。5月に最小格した後も調子は上がらず、6月12日に再び降格。以後、 シーズン終了までメジャーに復帰することはなかった。2014年1月31日にエンゼルスと146万2500ドルの1年契約で合意した。この年は中継ぎとして74試合に登板し防御率2.63と安定した成績を収めた。2014年12月16日にマット・ジョイスとのトレードでタンパベイ・レイズへ移籍した。2015年 レイズでは46試合に投げ、防御率2.812勝5敗5セーブという成績を残した。ミネソタツインズ時代2015年7月31日にコサトシタメとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。移籍後はセットアッパー、クローザーとして29試合に登板し、防御率1.61、10S と高成績を残した。レイズとの合算では、 アリーグ1位となる75試合に登板し、3勝6敗、防御率2.33、自己最多の15セーブを上げる活躍ぶりだった。2016年は33試合に登板していたが、防御率6.16ホイップ1.76と大いに、打ち込まれて2勝5敗7セーブという内容だった。7月3日にディーフとなり、11日に自由契約となった。 2016年7月14日にレイズと契約した。レイズでは25試合に登板し、投球内容は多少改善されたとはいえ、依然として防御率5.68ホイップ1.53と打ち込まれる傾向にあった。通年成績は58試合のリリーフ登板で防御率2勝6敗7セーブ5.98ホイップ1.67。 過去の実績とは大きく乖離した成績に終始した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月13日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月25日に自由契約となった。6月29日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。加入後は、 参加の AAA 級シラキュースチーフスでプレーし、19試合に登板して0勝1敗1セーブ、防御率5.3217奪三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2017年12月14日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 3月29日にメジャー契約を結んでロースター入りした。5月21日にリーフとなり、27日に自由契約となった。このシーズン限りで現役を引退した。常時90マイルパーアワー台半ばを記録する速球が武器だが、請求面に課題を残す。ありがとうございます。